昨日の大雪が嘘のように溶けてます。全然雪がなくなっちゃってるよ。あの雨まで降ったからね。昔はもうこれが何日も続いて大変なことになるのが大体の定番でしたけど、やっぱ地球温暖化かな。今日は、祝い餅の配達山ほどあって、そして何十年ぶりかな、このクリスマスの日をお休みにしました。現場がね、で、まあお店は例年通り、オープンするんですけど、発送とか、納品の準備があるんでね、販売スタッフは出てきますけど、現場は止まります。何十年ぶりやろ、24日のクリスマスの。しかも日曜日に営業近く餅つきやめたのはね、だんだん働き方改革というか、まあそもそもあれだよね、あのスーパーの納品がどんどん早くて、実はすげえ忙しかった。11月の中旬から後半、まああの時が一番しんどかったかな、現場。もうとにかくスーパーさんの納品に間に合わすために鬼のようについてましたけど、今は年末の今度次の最終の嵐に向けて、ちょっと皆さんペースを落として、ちょっと体休める時期に入っています。じゃあ頑張って配達に行ってきます。イエーイ。今日は一斉に大払いの日やな。最後のすごい数、還暦しょろ5525歳ですね。ということでスーパーメカニック集めてくれてます。さあ行ってきます。はい、うえ、結構あるぞ。よっしゃ。雨も止んで配達にはちょうどやね。お日様も出てきました。ということで今から配達行ってきます。結構あるよねまあでもね、神社一括なんだよ、楽ある意味。行ってきます。よいしょ。終わっちゃってるよね、昨日一日で。これ昨日やったら大変やったわ、これ。一日ずれてよかった。さあまずは阿波田神社さん、ここも立派。立派すぎますよ。ちゅうか開いとるかな。誰かいた。よいしょっと。よいしょ。あいや。からね。よ。おはようございます。あ、いや、これ全部いただいてます。全部あって、はい、置いていくだけです。あ、開けていただければ置くだけで。あ、そうか。よいしょ。おはようございます。じゃあここに置いていきますね。よいしょ。お金はいただいてるんで。よいしょ。係の人は大変や。神林神社、ここも超立派よ。火事じゃねえやろな。
ベール鳴るとドキッとするこの音の。どれだけでか。かいとるやろな。誰かいてください。開いてない。早すぎた。誰もいない。まずいな。じゃあ次行ってくるか。先に行ってくるか。早すぎた。消防。よし。まずごだった。阿波田の神社も、阿波田の神社も立派やったけど、ここはどの位置でも唯一スリッパだよ。浄土真宗もすごいし、藤平のミニ神社とはえらい違い。すごい手水が全然違う。竜でかっ。竜がでかいわ。すげえ。んー、これはどうしたんだ。この前の雪で落ちたか。いや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 、馬でかっ。馬でかっ。あうん、はあ、早く誰か来てくれないかな。早く帰って別の仕事したい。イエーイ。ああ、やっと係に届けてくれた。よいしょ。やっと来てくれた係の人。あ、傾けると落ちるよ。まっすぐ、まっすぐ置いて、まっすぐ、まっすぐ置いて、まっすぐ置いて、ほいで名前間違えたらあかんよ。うん、名前は多分、まあええけど、言うても餅やから。そう、このままつけて、そうそう、持って帰ったけど、これ外さんがいい。あ、そうやね。うん、半分、あ、全部戻すやん。全部そのまま。ほんなら名札つけといた方がいいね。うん、そのままよし。はい、涙つけとくわ。もう撮っとるよ。撮影する、撮影する、撮影するだけ。じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、どうも。マジさん、配達終了や、帰るわ。待ちくたびれた。ご苦労様です。ご苦労様。あ、はい、これから大事な在庫チェックですわ。足りとるやろな。はい、まず汁の師匠。3畳、5枠。
三条白。三条白一。あ、おにぎり一で。了解。はい。在庫チェック終了。ちょっと足りんもんとかあるね。まあ来週増産させます。なんとか足りてる感じ。イエイ。はい、今からお店をお正月モードに変更します。そろそろ祝い餅片付けます。これが昨年のデータね。だいたいこれに見習って入れていきたいと思います。最終的にはもっとここ山積みになりますけどね。とりあえずクリスマスの日はこんなもんじゃないかなって。で今プライスカードを貼って終わります。はい、プライスカードも貼りましたね。ということでいよいよ本格的に販売の開始です。お正月ぼちど、はい、たくさん売れますように。これ特に本よもぎ餅、まだプライスカードできてないんだけど850円で売ります。850円ね。普通の草とぼより150円高いけど、この本よもぎ全然香りが違うもん。ぜひ皆さんお買い求めください。限定で確か60何袋しかないはずね。早い者勝ちです。イエーイ。はい、ちょっと店の山車止めるのに邪魔なので削っていってます。ペンにできんか、ちょっとずつ削ってるね。パフェ食ってるな感じだね。はい、頑張って。はい、今日はクリスマスですけど営業しました。来店のお客さん来たのでお店閉めたんですけど、その前にいいものが届きました。消防の格納庫用の締め飾り、地域で作ってくれとる方がいるんですね。これは格納庫の前やな。でこれがカツオ、あれだ、神棚で、これがすごいのよ。実は今自動車に締め飾りつける人いないね。えこれ自動車の締め飾りってあるけど、これ特注ですわ、特注。我が野々市市消防団第2分団だけに作ってくれてるんじゃないかな。車用ポンプ車と輸送車につけますな。んで、あとはマナワ
これは、はしごにつけます。はしご。二つあるの？ん？もう一個のこれやろう。で、最後はこれ。はい、最後はこれ、床飾り。これは私がいつも座ってる床の間の背に飾ります。いやーねえ、今こういうしめ縄飾る人も少なくなってきてね。かといってやっぱりね、神社とか いろんなこういうまあ消防格納庫とか含めてやっぱ飾りたい場所もあるしね。こうやって地域の人が頑張って作ってくださってますね。特にこの自動車用しめ飾りはレアですよ。ありがとうございます。イエーイ。